で、大事なことは、自分がどこに当たって、どういうボールの回転をしているかっていうのを理解して、それに対してラインがフックなのかスライスなのか、上りなのか下りなのかで距離の調節をしています。はい、皆さん、こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。プロコーチの望月宏です。今回はパッティングのクラブフェースの、まあ、どこにボールを当てたら良いのかというですね、そういった説明をしていきたいと思います。まず、パターをですね、こう芯で打つといいというふうに、まあ、よく言われてるんですが、まあ、実際のところですね、長年プロゴルファーの、レッスンをしてて、いろんなですね、プロのパッティングを見てますと、芯で打ってる方ばかりではないということなんですね。では、まずですね、このパターヘッドの、根元より、これをヒールで打つと言います。先で打つのを通って打つと言います。次に、まあ、下で打つのを、まあ、トップ気味と言いまして、上で打つ方とですね、まあ、大きく分けて4種類のプロがいます。問題はですね、通で打ってる方は、まあ、こう、ずっと塔に当たってますので、まあ、フェース面に傷がついたりするんですね。それで、この人は塔で打ってるんだなとかがわかります。特徴としてはですね、構え方が違いまして、まず、塔で打ってる方は、割とハンドダウンでボールが遠いんですね。ですから、目の下にボールはないんですね。で、これによってどういう球が多いかと言いますと、ちょっと、フック回転にかかっている方が多く、見られます。で、次に、ヒールで打っている方は少し近づいてシャフトを立てたような構えで打っているプロがいます。こういう形で打っているプロはよりスライス回転がですね、こうかかる形で打っています。2球目は右に結構曲がっていきました。このように、まず、ヒールタイプとトータイプがいるということですね。トップ気味に打ってる方ですね。トップ気味に打ってる方は、割とこう、右に傾いた構えで、下から上にこう振っています。この下の方で打ってる方ですね。次に、ヘッドの上の方で打ってる方は、少し上体左傾いたような、左体重で打っています。打ち込んだような当たりになりますね。まあ、このように、前から見ると構えが違ってきます。で、大事なことは、自分がどこに当たって、どういうボールの回転をしているかっていうのを理解して、それに対してラインがフックなのかスライスなのか、上りなのか下りなのかで距離の調節をしています。で、まずは、ヒールでもいいですし、塔でもどこでもいいんですが、同じところに当たっていれば距離感というのも安定してきますので、あまり、まあ、真ん中にこだわらなくても、パターンに関しては、自分の転がり方さえ分かっていればうまくいきますので、このあたりも、あまり常識にとらわれずにですね、自分のスタイルを作っていくことによって自信が持ててきますので、ぜひ、もうそうなっている方は自信を持ってやっていただいて、もしくは自分のスタイルを確立したい方は、自分のですね、構えや、当たる場所を変えてみてやっていくことも、パッティングが上手くなる要素になりますので、ぜひ参考にやってみてください。では、今日もご視聴ありがとうございました。またチャンネル登録もお願いします。